はい、皆さんどうも、ゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いいたします。本日の動画なんですけれども、ハリネズミのポテちゃんのね、ちょっと動画をまたちょっと連続で投稿する形になるんですけれども、まあ割かしね、ちょっと撮る機会が多かったのでちょっと連続投稿になってます。あのお魚のね、方から入っていただいている方も何人か、あの結構いらっしゃるかと思うんですけれども、お魚の動画っていうのもしっかり取りだめしてありますので、ちょっと随時出していきますので、ちょっとしばらくお待ちください。ちょっとね、なかなか編集で時間がなかなか取れなくって、簡易ね、編集になっちゃったりとか、動画出すのが遅れちゃってるんですけど、もう編集なんかいいから見たいっていうような人がいたら、メッセージでもコメントでもいいので、言っていただければそれで出したいと思います。でね、今日はじゃあそのポテちゃんの動画で何やるかっていうと、まあ大体これ4日目かな、確か4日目か5日目の動画なんですけれども、まあ見ての通りですね、実際も見てもらっちゃおうかな。はい。こんな感じでね、レイアウトを、まあ、回し車はね、意図的にちょっと変えたんですけど、っていうのは、今ここにね、引っ掛けてます。この回し車を。で、こう、ゲージにね、引っ掛けて、こう、動かないように固定してあります。っていうのも、大理石で押さえてたんですけど、全く意味がなかったです。話にはね、里親さんから話には聞いてたんですけど、めっちゃパワーあるんですよ。めっちゃパワーがあって、これとか普通に動かしちゃうんですよね。で、まあ回しながらね、塗装しちゃうので、まあ回し車とかにもね、普通にちょっとついちゃってるんですけれども、ね、ウンティーがね。はい。で、ペットシートも、はい。これペットシートです。ちゃんと下に敷いてたんですけど、かじったり針に引っかかったりとか、その下に潜ったりとかで、器用にね、折りたたんだのか、偶然折りたたまれたのか知らないんですけれども、もう、ペットシートの意味をなしてないという感じですね。で、さらに、この下にね、寒かった時用に、このね、フェイスタオルを置いといてあげた、一個あげたんですけど、これですね。ただ、フェイスタオルはあんまり意味なかったですね。たまにこう、カミカミしてるのはね、見るんですけど、それだけですね。で、なぜかね、ここのポテちゃんが今入ってるんですけど、このハウスも、ここに、角っちょのところにね、置いてあったと思うんですけど、なぜかここに移動してます。っていうことでね、結構ね、餌箱とかもすごい勢いで食べるので、ここのね、水とかをひっくり返しちゃうことがあったので、まあこう、それをね、防ぐために水を角っちょにやっても、これはもう適当でいいやって感じです。はい。っていう感じでね、一週間経たなくても、こんだけ汚すっていう感じの子だったので、また、今日はね、掃除と、まあ、今回のことを踏まえて、レイアウトを作り直していきたいなと思います。はい。でね、ちょっとね、匂いとかが出ると嫌だったので、リターをね、ちょこちょこっとベッドシートの上に敷いたんですけど、意味なかったですね。ほとんどが下に、ここら辺に散乱してます。で、里親さんが用意してくれたこれのおかげで、はい、ポテちゃんのね、お引越しじゃないや、ポテちゃんの回収とても楽です。あー、張り立てて、怒ってる。まだね、こう、そんなにね、時間が経ってないので、まあ、もうそろそろね、外で遊ばせ始めようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと今はまだ、この中に慣れてもらうって。まあ、回し車も回してるし、ご飯もガンガン食べてるし、こんだけうんちもね、正常なうんちとかしてるので、まあ、問題ないかなと思います。じゃあね、早速お掃除の方を始めていこうかなと思います。まずはですね、当然こう洗いたいので、全部出していきたいなと思います。ここら辺はもう早回しにしちゃおうかな。早回しカットでいきます。それではですね、ここまで分解して、それぞれ今洗い終わりました。これはですね、ほとんどもうほぼ汚れてないというのに等しかったので、洗っておりません。ということでね、セッティングをね、していきたいなと思います。
まずですね、まあこの子の本当に一番のコピタのベースとなるこちらの方ですね。で、まあ、あのペットシートをねどうしようかなってすごい迷ったんですよ。あの同じことになるんだったら敷かないでいいやと思ったんですけれども、まあ迷った結果ですね、美人さんがですね、あの教えてくれたんですけど、まあごめんなさい、美人さんっていうのがあのハリネズミのね、里親さんです。ポテちゃんのね、まあなんで親御さんみたいなもんですね、から教えていただいたんですけれども、まあ、養生テープでねこう貼るとまあ被害は少ないということだったので、ちょっとそれをやってみようかなと思います。はい、じゃあね早速ね、目張りしていきましょう。はい、でですね、ちょっとね、あの、養生テープをね、あの、探してきたら、養生テープがなかったので、今回はですね、養生テープではなくって、とりあえずあったね、この布って、布じゃないや、紙テープ、紙ガムテープ、普通の一般的なやつですね。それを使って、まあ、ちょっとやっていきましょう。で、まあ、効果がありそうだったらね、次回の掃除の時には、養生テープを買って用意しといて、で、それを使ってね、やっていこうかなと思います。じゃ、早送りします。はい、こんな感じでですね、すんごい汚いんですけど、簡易的なね、ちょっとガムテープでの方の補強をしてみました。これでね、めったなことじゃ、でもどうなんだろう、本当にあの子パワフルだからな、なんかここら辺の隙間からやられそうな気はしますけど、まあ、ちょっとこれでやってみましょう。はい、ではお待たせいたしました。ということでね、次、上の方のセッティングをしていきましょう。いや、でもやっぱりこれ楽なんですよね。こう、ただ単純にここ、かぶせてパカってやるだけなんで、相当楽なんですよね。で、この網も洗ってません。さすがにね、ここまでこう、登ったりとかすることはないので、基本的にね、これも汚れてないという感じだったんで、まあね、ちょっと何回、いつかね、大掃除みたいな形の時には、まあしっかりとね、除菌も兼ねて、これのこういうのの、ね、掃除もやっていきたいなと思います。はい、ここまでね、元通りになりましたので、で、ここからですね、またちょっとレイアウトなんですけど、変更します。っていうのもね、あんだけ汚されてたので、まあちょっとね、何かしら方法を考えようかなっていうことで、順番にね、今用意いたします。はい、それじゃあですね、他の準備もできましたので、早速レイアウトの方をしていきたいと思います。使うものはね、基本的に変わらないんですけど、追加したものとあと試してみたいものがあるので、それやっていきますね。まずこちらのね、スロープトイレはそのまんま位置も場所も変わらずこちらです。で、次にですね、これがまあ、よいしょ。すんごいちょっとダサいんですけれども、なんだっけな、スロープトイレ、今出したそのスロープトイレが入ってた箱なんですよ。で、これをちょっとこう加工というかね、単純に切っただけなんですけど、ここにぴったりはまるんじゃないかなと思ったんですけど、ドンピシャですね。で、これをなんでここを敷くかっていうと、この上にですね、まあ上に行ったわけじゃないんですけど、リターはね、ここだけでいいかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのも、まあ今までね、ここでこれで回し車をここにつけて、こうやって固定してたんですけど、まあこの高さでも十分登れたので、なんだろうな、とりあえず、場所はここでいいかなっていうので、その時に、ここにね、結構こう、なんだろう、汚れというかね、そういったものとかが多かったかなっていう記憶なので、まあそこの部分だけね、ちょっとリターを敷こうかなと。で、まあちょうど箱がね、いい形のサイズだったのと、まあここだけね、ちょっとこういう風にして、まあここリター流れちゃうかもしれないんですけど、まあそれはそれで、そのくらいのお掃除は、しようかなということで。
ちょっとこれを試してみたいと思います。で、この段ボールの中にはリターを入れます。でもう一つ新アイテムですね、まあ、買ったわけじゃないんですけど、はい、こちらですね、よく鳥の小鳥とかそういったものをこう飼育する結構ケースなんですけれども、これをそのまんま右奥のところに設置します。で、まあ、なんでここに設置するかっていう、これを用意したかっていうと、結局ね、ポテちゃんが寝てるハウスを自分でこう動かして、ここに設置してあったのにここら辺にね、あったと思うんですよね。なのでそれを移動するのをね防ぐためにこちらに設置することにしました。はい、じゃあね、リターを入れて砂を入れて、やっていくので、ちょっとそこは早送りしようかな。はい、じゃあとりあえずね、リターと砂まで、入れ終わりましたので、で砂の方は結構前回やった感じ、その多すぎたのかなって、結構ゲージの外にね、はみ出してたの、飛び出させられて、飛び散らかされてたかな言葉の表現悪くて申し訳ないんですけど、まあ、なんでちょっと少なめにしていきます。まあ、ちょっとねこの向きだけ迷いどころなんだけれども、餌とかがねこっちに来るんだよね、餌と水が。あ、でもこんだけのスペースがあればいいか。直接こっちで、あれや、この中にね、汚れが入ってきちゃうよりは。で、大理石をね、こうすると置けなくなるっていう事実が判明したんですけど、この大理石をここに置いて、ちょっとでもリターが飛ぶのを、飛散するのを防いで、よいしょ。ここなんかちょっとこう軽く板みたいなのを入れちゃおうかな。ちょっと準備してきます。はい、ちょっとねいい板が見つからなかったんで、どうしようかな、何かしらちょっと対策を考えておくことにいたします。あ、そうか、待ってよ、これをこうすればいいんじゃないの。そしてこの大理石をちょっとこう埋め込むような感じで、大理石の意味ねえな。まあでも大理石前回ほとんど使ってなかったので、逆にいいかな、重しみたいな感じでこれでやりましょう。こうすればここで支えにもなるし、これでここのところがちょっと上がるので、まあリターが外に飛び出すのもね、これちょっと半分くらい切らずに残しとけばよかったですね、ここを半分だけ。ちょっとミスですね僕ので、よいしょ、これでちょっと今回やってみようかなと思います。あとここになんかこうさっきのね、ちょっと今洗ってるんでないんですけれども、フェイスタオルをこう敷いて、その上にポテちゃんの寝袋をやって、目の前には、今まで同様でご飯とお水があると。でここがちょっと変えてしっかりと固定して、こうリターとかうんちがこう飛散しないような形で枠組みを作って、まあ遊ぶスペースですね。まあこれはほとんど使ってなかったんでいいんでしょう。ここ切っちゃおうかな、もういらないかなこれ。これちょっとちっちゃうかな。いや、手で。はい。あ、来たね。あ、リターが飛んだ。はい。ということでね、こんな感じにしてみました。リターをちょっとこう少し奥の方に、入り口のところはない状態にしてみようかな。はい、こんな感じでね、ちょっとやってみましょう。よし。でね、ちょっとお水の容器は今洗ってる最中なので、はい、とりあえずひとまずこれで完成です。まあ多分ね、ここら辺のペットシートを無理やりこう食いちぎってっていうことまではしないんじゃないかなと。ご飯がねここまで来るし、まあ完全なる移動スペースなんでね、これでちょっとやってみましょう。ポテちゃんまだ寝てるんで、よいしょ、
はい、ポテちゃんです。あ、見えない。ほら、相変わらずですね。ちょっと入り口のところをこうくるっとまくってあげて、ちょっとポテちゃんが出てきてからじゃないと挑戦無理だな。こんな感じで、あ、フェイスタオルいらないかもな。フェイスタオルなんとなくいらなそうな感じもしますね。はい、ということでね、こんな感じでやっていきたいと思います。またね、ちょっと変更はすると思うんですけれども、うん、だいぶ本当にね、よいしょ。上から見た図はね、前とほとんど変わってないんですけれども、まあ、これを追加して、寝床もね、より安全なこれを追加してっていう感じですね。いや、まあ本当にね、一週間経ってないんですけど、びっくりしましたね。まさかこんなにね、パワフル、お話にはね、聞いてたんですけどね、この子の里親さんの飼い主さんだった美人お姉さんにね、聞いてたんですけれども、まあ本当にびっくりです。これを、こんな大きい回し車、普通にこう、ガタンガタンって言って、押しのけて進むタイプの子だったので、いやなんともね、お話に聞いてた以上の破壊力を持った子だなと思いましたね。でね、本当はね、ちょっと回し車回してるところをいつも撮影狙ってるんですけど、なかなかこう電気をつけると普通に落ちてきちゃいますんで、なかなか撮れないんですよ。まあただそのうちね、こう明るいところでこう回し車回してる時とかがあったら撮りたいなと思います。はい、ということでね、本日はここまでにしておきます。またちょっとね、動画ちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけど、申し訳ございません。またね、経過でなんか面白いものとか撮れたら出していきたいと思います。はい、じゃあね、本日はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃねー。